こんにちは、内装センターのクライスです。今日はカッターの刃の折り方についてご説明します。僕はですね、床を貼る職人さんだったので、このオルファっていうメーカーのカッターを使ってます。この黄色い部分のボディなんですけども、この中にあるシルバーのですね、中身、これは実はですね、まあ一回元々ついてるものを一回抜いて、でこれは他のものなんですけど、他から持ってきてこれを差し込んで自分で改造して使ってます。自分で使いやすくですね。もともとこのオルファーのカッターはこのネジで止めるやつだった。僕知ってる人は知ってると思うんですけど、そのネジがね、やっぱりこう止めるのがちょっと面倒くさかったりとか壊れたりするんで、このスライド式で使ってます。これもう実は廃盤になって売ってないんですよ、これオルファ。あともう一本あるんですけど、なくさないように大事に使ってます。でまずカッターってどれだけ刃を出せばいいか、カッターの刃ですね、刃を出せばいいか、これね、見てるとこうすごーく出してしまってる方とかもいたりするんですが、これめちゃくちゃ危ないんですよ。やっぱりね、こうカッターの刃ってこうしなるんで、切り方が悪いとここからパキーンと折れてしまって、切ってる時にパキーンと折れたら自分のところに飛んできたりするんですよね。だから結局ですね、考え方としてカッターってもうここで切る、もう先っちょで切るんですよね、ここだから。わかりますか、ここ線が入ってますよね。この線のところで一枚一枚折れるようになってます。で僕たちはだいたいこの刃2枚分出るぐらいでいつもお仕事してます。いつもこの先端のこの先っちょで切ってるとしまして、してですよ、切るんであれば、やっぱりね、硬いものを何回か切るとやっぱりこう刃こぼれするんですよね。だからもうなるべく切れ味がいいように、僕たちはもうポキポキカッターの刃を折るんですよね。はい、カッターの刃はこのくらい出せれば十分です。で切るときはここでこう切りますから、刃こぼれするのはこの1枚目だけですね。ですからカッターの刃を折るときはこの1枚目だけ、ここだけで大丈夫です。なんでカッターはこの刃先だけを、尖ったところだけ使えますから、刃を折るのはこの1枚目ここだけが折りたいんですね。ここだけ折って、で次はこの2枚目の先っちょを使うと。折るときは、このままだと2枚目まで折れちゃいますから、1回引っ込めて、1枚目のこう斜めに切り込みが入ってますから、この斜めの切り込みが隠れるぐらいですかね、ちょうど。ぐらいのところに持っていって、この硬いところを利用して、人差し指で少し押さえまして、テコの原理ですね。上げると。ほんなら2枚目は残りまして、また切るときは、少し出して、また切ると。で、こうやって1枚だけカットできますね。1枚目だけが折ることができます。で、切ります。あ、切れ味悪くなってきたなと思ったら、ちょっと引っ込めて、人差し指を押し付けて、こう、テコの原理ですね。こういう感じ。で、これは、折れる筋はですね、裏表には入ってないので、筋が入ってる方を下です。筋が入ってる方を下にして、折る。これが大事です。で、この人差し指がないで折っちゃうと、パリーンって飛んでいくので、すごく危ないですから。必ず人差し指は添えます。はい。で、ちょっと残るんで、まだ切りたい分だけ出すと。切ります。で、筋が入ってる方を下にして、人差し指を押さえて、カットですね。はい、カッターの刃の折り方いかがでしたでしょうか。すごく便利な道具なんですけども、危ないように扱うと本当に危ないです。怪我もしますし、なので、折るときは、まあ、飛び跳ねないように押さえてはいますけども、万が一ってことがありますから、顔を避けて折るとか、まあ、目をつぶって折るとか、まあ、した方がより安全かなと思います。まあ、メガネを持たれてる方だったらメガネしてもいいですし、折った刃はそのまましな、あ、落ちました。そのままにしておかないで、折ったら捨てる。
折ったら捨てる。これを必ずルールですね。もう自分の中のルールとして置いてください。置き忘れたりすると、歩いた時にまた足怪我しますんで、もう折ったら捨てる。折ったら捨てる。っていうことを、まあ、徹底した方がいいかなと思います。切れない、刃こぼれしてるのに、それに気づかず、こう、何度も何度もこう、刃こぼれしてる刃でですね、こう切ってると、仕上がりも良くないので、なるべくいつもフレッシュな状態の刃で切ってあげると、仕上がりはすごく綺麗になります。はい。カッターの刃の折り方以上です。次回も見てみようかなと思っていただけましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。そして、これやってくれとかいう、まあコメントもお待ちしてますので何かありましたらコメントもお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。